今回は、2023秋アニメがっかり選手権、お送りします。春アニメ、夏アニメに続く、がっかり選手権、の第3弾だね。例によって、ネットの意見から、期待外れだった、もう少し面白いと思った、という評価が多かった作品を特集しているよ。派遣候補と言われたあの作品も含まれてるの？残念ながら含まれちゃったね。みんなどこにがっかりしてるのかしら？それでは早速本編をどうぞ。今期の作品は大体前評判通りの人気順だな。今期切れる作品が少なくて視聴減らずに困ってる。薬屋とフリレンが後回しになって録画溜まってる。切りそうなアニメから見てるからそうなるんだけど切れないのばっかだわ。フリレン、アンデラは視聴確定。綿推し、おっさん、聖剣、お嬢と番犬、暴食は切った。他はまだ様子見。まあ馬が派遣でしょ。馬娘やっぱ強えな。クオリティが違うわ。馬は肉ほど思想的でもないし、一気ほどカジュアルでもないし、なんか中途半端。正直似たような展開にちょっと飽きてきた感ある。馬娘は基本スポコンだから、レースに負けてくよくよ、友人や先輩と話をしてやる気スイッチオン、努力を重ねてレースに勝利。というプロット以外は作れないからマンネリは避けられない。あとは史実を掘って人情話に仕上げるしか。馬はレースシーンの作画枚数足りなく感じたが大丈夫か？見せ替えには力を入れてくれると期待。明らかにニキやロードトゥーザトップに比べてクオリティ落ちてるよな。何があった、再現マネーでウハウハじゃないんか。北さん頑丈だから怪我しないんだよね。一気のスペちゃんと似てて割と地味。レース的には次の有馬記念あたりから面白くなるはず。スパイは全体的に配信が落ち込み気味な気がする。少し前までは即日1位に張り付いてたのに。これじゃ映画も100億厳しそう。映画は本当に100億いけんのかな。現状配信だと呪術に完敗してるけど、今の雰囲気だと50億前後の作品のイメージ。スパファミで50億いけるわけねえだろ。10億くらいが目標だろ。さすがに50はいくよ。なろうじゃないんだから。スパイは明確に人気が落ちてる気がする。アマプラで呪術フリーレンに負けてもう3位。ネトフリも D アニでもいまいち振るわない。スパイは1話からいきなりどうでもいい話すぎた。まあスパイはファミリーアニメのノリだからな。クレシンやドラえもんみたいな感覚。スパイは飽きられてきたのかな。アーニャ可愛いだけのサザエさんだからな。影実は主人公強すぎなのと全部遊びなのが合わんかった。異世界人がかわいそうとしか思えん。オバロと一緒で主人公強すぎるとアリを踏み潰してるクソアニメにしかならんよな。盛り上がることは一切ない。ボットでのキャラたちと急にバトルは始まってキャラ設定だけ借りた同人見せられてる気分。12秒だけど正義感と無縁なスーパーマン F だからいわゆるバトルものの設定で見たら違和感あるわな。影実は1期見てたら視聴継続だし、2期から見る人はいないだろ。オープニングからも本編からも引き影の冷圧がほとんど消えたのがね。影実みたいなやれやれ系はもう流行らんしな。主人公最初から最強だから盛り上がらないのよ。やれやれ系とは正反対だと思うけど、シドは純粋に全力で中2プレイをしてるだけ。シャドウ強すぎという評価は暴れん坊将軍強すぎと言ってるようなものでジャンルを読み違えてるとこから直した方がいい。シャンフロこれ何話ぐらいで面白くなるんだ。ごめん何話かはわからないけどウサギが出てから。そして今晩は上大門戦。シャンフロは回避しながらちまちま削るのが基本スタイルだから最初でよく思えなかったら無理じゃねえの。基本そんな感じのスタイルが基本だからもう面白さを感じないなら無理だ諦めろん。シャンフロつまんないって言ってるやつはそもそもシャンフロに何を求めてんの。題材からしてあんなもんだろ。シャンフロは見ててあまり面白くないんだよね。あのゲーム自体浅いしその世界で問題起こっても盛り上がらないというか。ウサギは可愛いけど。もう NPC 頼りで攻略しててなえる。攻略サイト散々見てるのに偶然 NPC が強かったで勝つのはつまらんな。今期っていうか今年一の失敗作かもな。最近は前評判いいやつはそのまま面白い傾向あったのに見事に裏切ってくれた。マジで D アニメ VR おっさん強いのなんなんだよ。作画はダメだし世界でも無双でもハーレムでもねえぞあれ。おっさん見てるやついるのかよ。今週も作画適当だったな。VRMMO の実況で、魔法以外がこれを制作して作画が良くなっても、シャンフロがもう一個増えるだけや、とか言われててわろたで。そんなことを言われるシャンフロにも問題があるんと違うか。16ビットって神の実の分かったミキが原作だったのか。神の実イコーナカズとバズだったけど、これ面白いの？このハちゃん可愛い。って思えるなら面白いよ。このハちゃんのいる時代のマモルくんはどこ行った？マモルくんの過去変えたから普通に会社にいそう。メイコやカオリはこのハちゃんの時代だとおばさんか。このハちゃんのいる時代になかったアルコールソフトは時代についてけなくて入ろうと思うと悲しいな。MF ゴーストとか16ビットとかおっさん向けで良いな。16ビットはおっさんじゃないと面白くないだろうな。
MF ゴーストは最近のアニメなのになんか懐かしい。両方とも確かにおっさん向けだな。カーアクションものは最近なかっただけに面白く感じる。作画は低予算でいいとは言えないが雰囲気は十分伝わってくる。MF ゴーストは低予算じゃないだろ。VR おっさんよりは金かかってるだろ。ゴーストくらいのクオリティでも問題ないし、クオリティ突き詰めても採算に合わないだろうからな。グランツーリスも思い出すわ。MF ゴーストよりオーバーテイクのが普通に作画がいい。オーバーテイクはモブをマラソンで動かすほどの気合の入れようだけど、今んところ面白くないな。ちゃんと作ってるから視聴継続できるけど。オーバーテイク、生み出したがなかなか面白い。青木 A 作品はなんか俺の思考に合うんだよね。今期の売り上げだと一番出来良いと思うけど、いまいち話題にならんな。面白いけどカメラマンがうるさすぎる。カメラマンがキモいとか言われてるけど俺は好感持てる。フラグ立ててからの話の持っていき方うまいわ。引き込まれた。この展開は予想外だった。クラッシュした後に突っ込まれるのアニメ映像でもヒヤッとするな。さすがにこんな作品で死人は出んやろと思ったけど、もっともっと重い話をしてたんだったな。ブタレバー来てきた。1話であった。あれは松岡くん劇場を見れるかどうかでしょ。4話でようやく話が動いてきたやん。動いたというにはいろいろぼかしすぎ。ブタレバーは最新話でいきなりシリアル展開入って、これじゃないってなった。俺たちはただ松岡ブタと一緒にブヒブヒ言ってたいんだよ。ブタレバーはストーリーメインだから、秋アニメの中ではトップクラスで面白い。納金視聴者向けではないからな。ブタレバー面白いやん。謎とかいろいろ気になるぞ。おねしょたっぽいからちょっと期待してる。どっかで聞いたことあるようなタイトルだな。わざわざプレミア入って1話見てきたけど、まあ女の子が可愛い、いつもの転生ものやな。1話は良かったけど、学園ものはみんな展開が一緒だからな。意地悪な貴族や課外授業で強いモンスターをやっつけて一目置かれてハーレム作るんだろ、知らんけど。めっちゃ想像できるわ。このタイトルから想像されるアニメとしては異常にクオリティ高かった。伊勢レベに比べてよく動く安心感。英雄王にしか見えないキャラデザだな。同じような異世界もの連発でお腹いっぱい。魔王転生ものが毎シーズンあるな。全く同じタイトルの作品なかったっけ。1話から口と声が合ってないとか久しぶりに見たわ。遺跡の奥にいたからって破壊するとか知性丸でないな。デザインはいいけど説明セリフとモノローグ多すぎ。どしがたいどしがたい、しつこい。どしがたいのせいでメイドインアビスのレブキュンがちらつくのつらい。魅惑のクソアニメハンターとしては、ポーション、暴食、推し霊場、低予算でも頑張って作ったのにこんななってしまった感がいい。暴食は大したストーリーなく、自分一人で強くなってるだけでつまらないな。これから何かが起こるんだろうが、それ次第だな。暴食は都合よく強くなるのが伊勢レベ感があって胸焼けするな。色欲を早く出してくれ。なんかいろいろやってる割に展開遅い。暴食はがっつり聖騎士殺してて驚いた。こういうのでいいんだよ。面白いな。一話の凄まじい打作中乗り越えたら一気に来るわ。ムカつくやつやいじめてたやつをギタギタに殺す。これ見るためだけに視聴してる。おっさんが主人公なのかな。娘も可愛くもないし、少なくとも絵的に全く見どころないと思うんだけど。あれ早見の声全然合ってなくね。いい声出してるおっさんが主人公じゃないか。父親の声優はベテランで演技うまいけど、早見は若い声出せないからミスキャストかな。 S ランクは敵を娘として育ててることで思い悩むおっさんの物語だぞ。あと娘と恋愛関係とかにはならない。 S ランクの娘って敵なの？ちゃうよ。これ絶対リテイク出すべきだろってよ。そのまま流してる S ランクと比べればティアムーンは幸せではありますわね。S ランクとティアムーンでは投じられたお金が違いますのよ、多分。つまらなくはないけど、いまいち面白くならないね。盾はこっから盛り返すから、槍とアバズレが戻ってきた。盾の勇者は毎回、盾以外の勇者をアコアコにしないとお話が作れないアニメ、とか言われてて、笑てまう。今回も唐突な展開とヒーローライブで意味不明。盾もあればかとかいうレベルじゃないだろ。というか槍の性格急変しすぎじゃないか。盾は周りの知能低下もだけど、呪いかかってから先ほぼずっとデバフかかり続けるのもひどい。盾を持ち上げるために他3人がバカ以下の知能っていうのはちょっと違う感じがする。新キャラどんどん出てくるし、3バカはますますバカになっていくし、確かに3期は今のところ何したいのかわからんね。プロトコル、e スポーツ盛んな海外でも不評。やっぱ肝心のゲーム画面がクソすぎるわ。e スポーツとかよく知らんけど、試合中にあんなにチーム内で会話するもんなの？ゲームにもよるが、会話するときゃすごいするよ。たまにそのまま口喧嘩になる。 FPS プレイ中にチャットはなめくすぎるだろ。ドラマパートは面白いけど、ゲームパート退屈だな。ゲームパートもっと減らしていいよ。買った理由が攻めに特化した編成だったからって、それでいいんか。女キャラは可愛い。それだけで視聴継続できるかどうか。
まあ日曜日アニメで一番つまらないのはポーションだな。キャラも可愛くないし、同じ作者なら金貨と平均値の方が可愛かった。脳筋金貨ポーションとあの作者さん作品もアニメ化してるのに、あんまり褒められてるとこ見ないな。脳筋の主人公は利己的すぎてやばいよな。馬車に惹かれる自演が深いすぎて切ったわ。他人の親切心すら利用していくまさに悪魔。脳筋は最悪だったけど、脳筋はありとあらゆるものを利用して現実世界にも戻りまくる、あの身も蓋もない感じが面白かったわ。ポーション切るか。4話まで我慢したけど無理だわ。1話の冒頭でニヤニヤしながら家族とお別れした時点で切りました。わたおしって結局周囲のキャラを人間扱いしてないのがポーションと同じ不快感あるよな。わたおしには見たけどやっぱ主人公が終始うるせえ。ユリ成分は引きこまりと星屑で摂取できるし、これは切っていいか。のんけがユリに落ちていく過程に興味がないなら切ってもいいよ。わたおしは面白くなりそうで面白くならないな。作画も低予算感丸出しだし、そもそも引きこまりと同じ時期にやったのが間違い。今回は作画とストーリーの2つが残念だった。それ終わってるじゃん。また押しもっと作画良ければいいのに。ここまで派遣アニメ星屑テレパスの話題一つもなし。星屑見たけどこれは売れないキララ。変な設定のやつはまず売れない。夏子の時点で1話切りした人もいるだろう。俺がそう。純粋につまらなくない？キララアニメの悪いとこを凝縮したような作品だよこれ。ではいいが、主人公が過剰におどおどしてるのがちょっとストレス。おでこパシーが狙いすぎて。幼さ系デザインの可愛いキャラが特に面白くもないことをやってるだけ。他に見るものがなければ見るが、他と被ってたら見ないよ。内容はつまらんがオープニングは派遣だわ。5年前の一期と絵が違って衝撃。キャラデザ変わったね。作画ヤバそう。もう明らかに別物だね。作画の全てがしょぼすぎる。キャラとしては俺ら豚向けになったけど、作品としては逆に言ったかなって。ダークファンタジーから妙に明るいナローに変わったな。ホワイトフォックスとライデンフィルムとの差やね。明らかに解釈違いでナロー風の軽いコメディーになっちまったな。ライデンフィルムはボブスレのダークさを理解できなかったっぽい。脚本、音楽、作画、演出、どれも一期よりはるかに質が落ちてる。期待していたからがっかり感が半端ない。がっかりスレイヤーだったな。木曜のびっくり面を信じるしかない。1話で切った。とりあえず2話まで見たけど、こりゃダメだってなった。このっぽいから見てないわ。それは思ったよ。駆除しようだよね。おそ松さんっぽい感じ狙ってんのかな。普通に旧作のリメイクでいいのに、こんな微妙なもの出されても困る。あからさまに不狙いでもうダメだ。発想になるレベルでつまらん。こういうクソアニメですらない虚無アニメが一番きつい。作り手はこの内容をどうしても読み出したかったんだろうか。疑問。真のダークホースは神選び。今のところクソアニメだけど、尻上がりに面白くなる気配がわずかながら存在してる。神選び、絵が全てを台無しにしてるな。予行ストーリーと致命的に合ってないね。むしろあの絵じゃないと酷評もなくスルーされてたかと。神選びは未来日記みたいに個別の能力使ってデスゲームしていくんでしょ。どうせ秋アニメ新作は期待だけさせて、ほぼ全て失速。少しずつ面白くなって続きが気になるのは神選びだけだった。ガチで忘れられてる7つの大罪。一期は話題になってたのに、どうした。やっぱ大罪は作画崩壊が致命傷だったか。目視録は作画良くなったが、切った視聴者は簡単に戻らん。よく言えば基本に忠実な王道、悪く言えば使い古された展開の連続すぎる。緑髪の主人公の声なんか無理だな。声質より何よりまずあの望遠儀どうにかならんかの。主人公の声があのキャラデザに合ってないのと、演技下手すぎるのとで全く話が頭に入ってこないんだが。2クール終わる頃には派遣アニメになるんじゃないか。そのくらい丁寧に作られてる。よく動くし作画丁寧だよね。今期ナンバーワン候補アニメ。空気部門で。ウマ娘、スパイファミリー、シャンフロ、盾の勇者、あたりが注目作の割にがっかりの意見が多かった作品だね。偏った意見を選んだわけじゃなくて、実際、フリーレン、や、薬や、なんかは割と好評なんだよね。ウマ娘は、北サンブラックにあまり魅力を感じない、という意見が多かった。一期のスペちゃんに似てるのかな？サイレンス鈴鹿やライスシャワーみたいな逸話がないのが物足りないのかな。スパイファミリーは日常ものとして割り切って見るにはそれはそれで退屈なんだよな。前回から豪華客船編が始まったから、ここから巻き返しそうな気もするけどね。あとシャンフロなんだけど、個人的に女性のナレーションが受け付けないということに気がついたわ。なんでだろうね。ゲームのガイダンスは女性の方がいいんだけど、アニメのナレーションは男性の声でやってほしいよね。呪術も男性ナレーションの方が良かったな。榊原よしこさんはめちゃくちゃ好きなんだけどね。ゴブリンスレイヤー2はがっかり意見しかなかったね。
1期を見てなかったのでアマプラで見たんだけど、1話目からめちゃくちゃエグくて衝撃を受けて、これは全話見なきゃ、と思ってたところだったのよね。この評判だとどうやら1期だけ見れば良さそうだね。それと、個人的に、盾の勇者、にめっちゃ文句があるわ。どうした？カタルシスが足りなすぎるのよ。まさか元康へのお仕置きがあれで終わりとかじゃないでしょうね。確かに、何の反省もしていないのに、ヒーローターン、で終わらせられたら見てるこっちの憤りはどうしてくれるのって感じだな。まだ連と一期の話が残ってるから、全部終わったらスッキリさせてくれるならいいけど、終始この調子だったら承知しないわよ。怒りすぎだよ。まあ気持ちはわかるけどね。せっかく二期の失望から盛り返してくれたんだから、また失望させられるのは勘弁してほしいわ。皆さんはどう思われましたか？コメントでご意見を寄せください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。